ベースランニング。山側の林道があるんで、それ自体に走ってみると、はい、もしかすると、あ、林道か、うん、途中から入ってくる林道があるんで、こっちはまあ行ってないね、多分。そういう林道であればゆっくり走りながら斜面ゆっくり見ることができると思うので。でもそんないないわけじゃないですよね、こんな普通にいて困ってる畑が荒らされてほぼ毎日のように見られてる。そうなんだ。じゃちょっと夕方の林道にかけてみるか。そうね、気をつけて。はい、聞いてみるもんだよ。聞いてみるもんだね。とりあえず行くぞ、ビッグマンで。来た、うん、行こう。人せやの近くだった。カフェビッグマン、やっとご飯にありつけそう。あ、いっぱいある。ジジイが登りた。あ、開いてます。やったビッグマムさん。料理が出てますか。パキスタンのパキスチキンカレーライス。あ、まあ、うまい、うん、間違いない。ビッグサッパーって言ってるでしょ。なに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 。ビッグサッパーって言ってるでしょ。普通に言えミックスフライ定食でしょ。どこで見れますかって言ったら、道の駅の反対側の桑の実をよく食べてるけど、あと1、2週間しないと熟さないよって言われて。やっぱりか。みんな同じこと言ってんの。で、あの消防署さっきあったじゃないですか、うんうん、そこの反対側にも斜面があるから、そこにもいるかもねって。本当、夜はなんか車スピード出さないって言ってました。危ないから。シカちゃん、この消防署のところ。消防署ってどこだっけ。あそこだっけ。そうですね、ここってこと。ここ、こういう斜面にいるっていうこと。そうで、あそこのあれが多分クワの木だと思うんだけど、うん、その実を食いに行くんだ。そう、でも熟すまでね、あと 1,2 週間ぐらいかかるっていうか。はあ、完全に企画の順番をミスったね。でもどうしてもやりたかったんだよな、この。そうなんだよな。とりあえず林道行ってみる。林道行ってみよう、うん、なんかちょっと出てきそうな感じあるね。あの匂いがね。やばい匂いになってきた。わかる。至る所崩れちゃってるんだね。もはや車から出るのちょっと怖いよ。綺麗だな。いそうだけどな、めっちゃいそう。目を凝らせ。お前先見つけてんの。いや、俺が先に見つける。緊迫してるぞ。そう。めちゃめちゃいそうなんだけど、全然いないんだよな。めっちゃいそうだけど。いなくない。あ、なにあれ。嘘。なに、なに、なにあれ、なにあれ。あ、いた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 。何何今の。どこどこどこ。いや、今のここら辺になんかいたんだよ。何今の。わかんない。今何、本当にいた。いた。何何、なんかイタチっぽい感じだったかな。この GoPro で捉えたかもしれない。GoPro って見返します。もうさーっと走ってたんだね。なんか一気に緊迫してきたな、おい。色は何色だったの。いや、俺はね、顔はね、白黒っぽくて、体はもう完全に茶色だったね。なんか薄い茶色、キツネみたいな色。いざ、いざ鹿とか出てきたら結構ビビるんだろうな。野生っていうのは怖い。騒がないようにしないと抑えなきゃいけないからね、その絵をね。ここ正解だな。正解ルート。正解ルート。ガチモード入ってるやん、みんな。ガチモード入ってるよ。見たかったな。言うて俺もなんか逃げるとこしか見てないけど。猫じゃないっすか。猫じゃないと思う。動きが猫じゃない。とっちゃん、どうしたら帽子のやつか。怖くね。怖っ。どんだけ壊れるんよ。よっぽどあれがすごかったんだろうね、台風がね。
ごいよね。これなんか今日見慣れたけど、これですらすごいからね。SD カードフルだ。あ、うわあ、猫だ。猫か。びっくりした。猫か、でも猫いるよ。の猫見る？ちょっと待って、怖かった今。猫じゃない。見える？猫そこにいるよまだ。猫いるよほら。いるじゃんほら見て。こんにちは。ね、俺ダメだ俺。ちょっと怖いかもしんねえマジで。でもこのビニールも鹿とかを触れさせないようにするやつだよね。これはマジか。行く？うん、行ってみよう。あー、でもなんか夕日が綺麗だよ。マブティー。え、これはさすがにもう道ないんじゃないの？ないよね。何用の道なんか。U ターン。怖い。いや怖えだろ。いやこれ行けなくねもう。いや行けるんだけど。行ける？ちょっと見よう。そうっすね。いるほらほらこれ鹿よ。動いてるいるいる。よく見つけたね。ガサって言ったからいると思って。いいな、ガサめちゃくちゃ。あれやっぱ取ってコンプリート。これコンプリート。ちょっと怖かった。もういないよね。もういないね。え、どうする戻るの。おるやん。おるやん。やった鹿ゲットだぜ。鹿ゲットだよ。やっぱでも一つ分かったのは、うん、あのみんな警戒心がすごい。すごいね。だってゆきしょさんこれでさ切っちゃうの車内のやつを。達成よ。いやまだ行こう。まだ行こう。これ行けるって。行ってみる。まっすぐちょっと行ってみよう。ただちょっともうちょっと一回怖いから閉めない？閉めてさ。うん。でいたらもう。ゆきしょさん本当ビビですね。何を怖がってんの？めっちゃ怖いじゃん。え、これね、行ってもいい？行ってもどうぞ。ねえ、怖いよ、やだよ。かまなしてくるの。いたらストップって言うんで。ねえ、待って、俺怖いんだけど、ちょっとどうしたらいい？なんでねえ、怖いよ。なんで、何が怖いの？え、行く？本当に行く？何が怖いんですか？本当に行く？行きますよ、全然。ビビりすぎだ。いや、もう本当怖かった。いや、これ行き止まりですね。もうナビないから行き止まりの可能性あるけど。あ、アドル、まだガードレール続いてるわ。続いてるね。これ多分続いてるね。その滝の駐車場まで行けんだね。うん、よし。怖い。おかま。え、これ行く？怖いんだけど。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。もう。もう怖いっていう手は取れたんで。橋だ。トンネルだ。トンネルだ。え？トンネルなんてある？入山トンネル。ない。これホラー大丈夫？さっきのが入山橋だとしたら滝は通り過ぎてるね。え？
電気を。何それ、こんな暗いもん。え、こんなトンネルある？大丈夫だ。てかなんかもうホラー感出てきてんじゃん。あ、でも行き止まりだ、これで。いやまあでもこれ以上はあるっすかね。これ以上はあるだよな。ちょっと木もあるし。俺絶対心霊系無理よ、本当に怖いから。ねえおめえよ、ちょっとマジで。ねえもうしっかり撮れてるし。でもささっきの鹿結構でかかったよね。普通にでかいやつですね。でかかったよね。かっこよかったな。でもかっこよかった。角あったよね。そんなでかかったっすか。うん、ま、でも角あった。さっき太陽ガサガサみたいな音がしたんだ。ガサガサの音がしました。かっこよかった。もう本当それにびっくりする。モンシロチョウやめろって。ここが弁天の滝だよ。あれだ、あれが滝だったんだ。民家の方来ちゃうと多分いねえんだよな。あそこほらいる。あそこほらいる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 よ。あ、ほんとだ。よく見えた。かわいい置物いたね。これ帽子でなんか耳とか尻尾とかプルプルプルってやってた。いたね。いたね。もう暗くて画面はザラザラなんだけどね。もう一匹見つけましたよ。もう一匹鹿2匹。鹿2匹です。いるね。でもね全然いる。いやでも鹿がやっぱ多いのかな。もっとクマとかイノシシとか。いやいいよ、俺の車ボコボコやね。それで視聴回数伸びんならいいけど。鹿は夜行性なわけではないんでしょ。鹿は夜行性なの。夜行性なんじゃないですか。頑張ってくれよ。暗いから運転に集中するね。おしっこしたい。いいよそこでして。いやダメだよ。ここら辺に住んでる人とはマジ鹿と共生してんだ。どう、なんか林道ありそう。もう帰る。エンディング撮んなきゃいけないでしょ。いやーここまで来ちゃったら鹿ちゃんいないでしょ。いない。とりあえず2匹ですね。いや上出来じゃないですか。まあ上出来だよね。俺もちょっとそう思うんだよね。エンディングどうすか。めっちゃいるやん。めっちゃいるやん。5匹ぐらいいるやん。5匹ぐらいいるよね。ちょっとエンディング撮ろうと思ったら。いやなんだ、俺いるやん。いるやん。ねえここで待機してればよかったんじゃないの。あ、ほらこっち向いてる、こっち向いてる。ほらてかこれ家族でしょ、多分、うん、家族だ。でも1匹しかいない。いや、いっぱいいるじゃん。え、いっぱいいるぞ。いだから5匹ずっといるって。最低5。画質悪い。画質悪いな。画質の油絵みたいになってる。俺のあ、やべ。ふふふ。うん、いいんじゃない。いいか、うん、エンディング撮ろう。落ち着いたよ。落ち着いた、落ち着いたよ、これで。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。何を動画を見つけましたか。私ヘビ。ヘビ。次がイタチかテンみたいな感じで、シカ、うん、シカを2匹、2頭見つけて、でじゃあ諦めてもうこれで終わりだっつってここに来てね、エンディングを撮ろうと思って瞬間に5。そこで5匹見たっていう。プラス5です、ね、すごいね。これまあ大成功でしょ。大成功で、大成功で、大成功ですね。俺ら8時間ずっと一つの村にとどまって、うん、車ブンブン、車ブンブンして散歩して、まあつけて、しかも7頭。7頭すごいでしょ。滝を3つかな。滝3つ見たの。滝3つ。しかもめちゃめちゃ良かったね。いや、でもね、やっぱりね、群馬は動物いるよ。なんで群馬なんだよ。
うん、南牧村はね、南牧村はね、だって今日会った人間の数より鹿の数が多かった。多いね、多いね。普通に車で走ってて会った人より鹿の方が多かったっていう。その説は俺らの説は正しかったっていうことだよね。まあ最後5匹来たけど、最後5匹来た。南牧村には鹿が多いっていうのは分かったんで、次はね、なんか猿が多い場所とか行きますか。イノシシとかね。イノシシとか、はい。この動画が気に入ってくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。いやでもいい、よいい、面白い旅だった。面白かった。お疲れ様でした。いやーでも充実な、よかったね。充実しましたね。何を動画を見つけました。はい、この動画を気に入ってくれた、鼻水出たね、ピュンって。汚いわーねー。